おい、秘密です。ドリフトドライブやってます。今日はですね、まだイギリスにいます。はい、イギリスのね、朝6時、空港にいます。ここでですね、今日はですね、 LBS15 シルビアのですね、撮影をしたいと思います。はい、なんかね、朝からね、空港貸し切っちゃったみたいすごいね、リバティさんね。なんでちょっとね、あの空港といってもなんかね、本当にあのなんか小さい感じ、うん、滑走路も1本しかなくて、であとこんな感じで、はい、個人的に持ってるセスナのね、飛行機とかね、あとヘリコプター、うん、そんな感じな、はい、ちょっと小さめな空港です。だけどね、結構ね、広いね。空港といえば日本だとね、俺笠岡空港でね、イベントやったことあるんですけど、まあ笠岡空港よりかはね、どうだろう、もう直線は2倍ぐらいで、幅はね、そんな変わんないかな。はい、であとね、路面はね、ちょっと良くないな。わかるかな、結構ね、継ぎはぎだらけでね、はい、うん、草もね、こうボーボー生えてて、そんなにね、あの手入れしてる感じは、うん、少ない感じしますね。まあどんな撮影ができるかちょっと分かんないんですけど、いろいろね、できることを考えて、まあ2時間ぐらいね、時間があるそうなので、びっちりかっこいい撮影したいと思います。行ってきます。はい、見てください、ニュースーツです。めっちゃチカチカしてます。はい、あのね、やっぱりね、蛍光だからね、おろしたって最高だねめっちゃ目立つしね。はい、今ちょうどっすね、車が来て準備中なんですけど、やっぱりあの乗せるときにバンパー取らないといけないみたい で今バンパーつけてますね。はい、であと撮影なんで、いつもよりも車高端にしてるそうです。はい、このまま走れるかどうかわからないですけどね、路面悪いし。まあまあ、まだ本番が先なんで、やってみましょう。
そうだね、これぐらいね、ここら辺ねえ